皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生が苦手なことを得意なことに変えるたった一つのコツについてお伝えしたいと思います。教室業はおそらくなんですけれども、先生になる方っていうのは、自分が伝えたいこととかやりたいこと、例えばお料理が好きだったらお料理の先生になるとか、パンとかお菓子とかは、自分がパンが好きでいっぱい作って、それの幸せだった記憶をですね、生徒さんに分けてあげたいとか、そういう動機でなる方は結構多いと思うんですよ。それでおそらくなった時に気づくのが、授業として成り立たせていくために、継続的な集客であったりとか、継続的に利益が出る収益体質ですね、これを作ってないと長く続けられないというのはおそらく途中で気がつくはずです。それが満席が続く赤字の教室であってもということです。結局体力が疲れてきちゃうんですよね。ボランティアになりますからね、赤字が続くっていうことは。なので、その事業化していく上では、その本当のスキル、いわゆるお菓子のスキルとはまた別のビジネススキルがどのみち必要になってくるんですよね。そうすると、大抵壁にぶち当たるのが、パソコンができませんとか、そういうSNS 関連ですね。無料だから本当は使ったらいいんですけど、発信とかそんなのできないとか、いろいろなことができないこととかが多くなってくるんですよ。本業のその本当の核になる部分と比較するとね、好きじゃないことにおそらくなるはずだからです。両方とも最初から好きなタイプの人もいるんですよ。例えば、そうですね、広告代理店とかそういうデザインとかをやっているような部門の方、あとウェブサイトもいじることができるようなスキルをもともと持っている方が教室の先生にもなりうるようなスキル、それがお料理フードコーディネーターであったりとか、そのお料理関連もついでに教えることができて、写真も教えることができてみたいな、スーパーキャリアウーマンみたいな人がなる場合には最初から両方揃っている状態でできるので多分問題ないんですけど、大概教室の先生は何か苦手なこと、特にビジネス関連のスキルに関して苦手なものを持って、先生になるケースが多いです。で、そういう時には得意なことにね、変えていくコツがあるんですよ。それをどういうふうに考えたらいいのかっていうのを今日はお伝えしていきたいというふうに思っています。はい、それではね、本題に入りますね。このお話をしようと思ったのがですね、私のクライアントさん、私のコンサルを受けてくださっている方っていうのは、教室業がもちろんメインなんですけれども、それ以外の、業種業態の方もいろいろいらっしゃって、お菓子、お料理、パン、これは当たり前ですけど多いんですよ。全クライアントさんの7割くらい、65% くらい、7割弱くらいかな、はそんな感じ。あとの残りに関しては、雑貨を扱う方であったりとか、ビジネススキルを扱うものを教えていたりとか、ビーズをやったりとか、ティアラをやったりとか、スピリチュアル系のマインド系を取り扱う方とか、カラーを扱う方、ファッションやる方、いろいろいるんですけど、いろいろいらっしゃるんですよ。で、その方たちが全員パソコンができるかっていうと、多分ですね、全クライアントのうちの得意ですっていうところで、もともとスキルを持ってる方っていうのは1割以下ですね。あと大概みんなそういうのができていない。そうすると、それは自分のどちらかっていうと苦手な領域になるはずなんですよね。で、この苦手な領域っていうのも、実は本当は2通りあってですね、これは多分私から言われて初めて気がつく方っていうのもいらっしゃるんですけれども、一つ目はですね、自分で勝手に勘違いして苦手な人だと思っているタイプ。これはどういうことかっていうと、
そのスキルが自分にはないって例えば思い込んでるとするじゃないですか。思い込んでるから苦手ですっていう言葉になるし、できないんですっていう言葉になるんですけれども、例えばですね、それをじゃあ取っかかり、まあ、こんなふうにやってみましょうっていう簡単なことを私が教えたとするじゃないですか。それに反応してすぐにできる人っていうのは実は苦手じゃなくてですね、やってなかっただけ、トライしなかっただけ、チャレンジしなかっただけという、ニョロニョロしなかっただけというタイプの人は勝手に苦手と自分が思っているがゆえにできないと勝手に勘違いをしているケースですね。この方は教えればすぐにできるようになるので、苦手がすぐに得意に変わります。これが一つ目ですね。で、もう一つは本当にそれを言っても理解できなくて、本当にやるのが苦痛だし大変でっていう、本当に本当にできない人がいるのも事実です。ただし、本当に本当にできない人でもですね、プロになるっていうね、ことを考えた時に、まあね、ある本にも書いてあったんですけれども、1万時間の時間をかければ大概その道のプロフェッショナルになれるっていう言葉があるんですよ。だからその道でもしもプロになりたかったら1万時間かければいいわけで、プロじゃないにしても、じゃあ途中ぐらいだと5000時間ぐらいでできるのか1000時間でできるのか分かんないですけど、要は時間をかけてちゃんとそれに向き合ってトライするかどうかっていうところが非常に大きなポイントになるんですよね。そうすると苦手が場合によっては苦手じゃなくなるレベルどころか得意な方に振られるケースもあります。で、最近あった事例がですね、顕著な例の人が一人いるので、その方を事例としてご紹介しようと思うんですけれども、私のクライアントさんにですね、バレエのティアラを教えてるティアラ作家の、伊藤幸さんっていう方がいらっしゃるんですけれどもね、その方は、ティアラも自分でデザインも起こすし、絵もね、ティアラの絵も描いて、で実際にそれを設計してっていうものもで、オーダーメイドも作れるし、そのティアラ作りを教えるっていうディプロマとかも発行してたりするんですよね。だからそこは当然できるんですよ。で、もともとシステムエンジニアとかそちらの方をね、やられていたので、ウェブサイトを作る、構築するっていうのもまあまあできるんですよ。で、入会した時にビジネススキルっていうところで言うと、その会社の中で例えばリーダー、チームリーダーみたいに働いとして動いてみんなをまとめるとか工程管理をするとか、そういうことはできていたんですけど、自分一人でやるとなると、そのスキルは全く違う使い方をしなくてはいけないスキルになるわけですよね。で、特に彼女に一番最初に覚えてもらったのはライティングと言われる文章を書くところです。文章を書くって簡単に言いますけれども、ただ単にお手紙、日記を書くのとですね、ビジネス文章でかつ、集客できる文章を書くっていう、その集客できる文章の構文というか構造っていうのはちゃんとあるんですよ、ルールが。で、私がお手本にしている本が神田正則さんの「パーソナの法則」っていうのがありまして、それを自分の、クライアントさんにも作ってもらう時の参考にしてるんですけれども、こちらを使いながら作るとおおよそ人の心に響いて申し込みされやすい文章を作ることができるっていう、そういうメリットがあるんですね。で、これが、割とロジックなんですよ。だから彼女はもともと論理的な思考を持っている方だったので、その構文を教えると文章をそんなに書いたことがないとか、そんなに得意じゃないとか言いつつも、綺麗にね、構文は作れるようになるんですよ。すごい。多分早かったと思います、それは。あ、いいな、文章いいな、いい感じに書いてるなって思って。
見ていて。で、他のメンバーで、あと違う事例で言うと、当然私自身はそういう構文の研究とかライティングとかコピーライトとか、まあ、そちらだけの勉強とかも結構もう何年もやっているので、まあ、そのエッセンスを入れて私の文章って作ってたりとかしてるんですね。あの本当の申し込み書でがっつり集客しましょうっていうタイプのやつは、そうするとそれをお手本に構文をそこの中から構造を理解して真似をして作るタイプの方も数人いらっしゃいます。うちのメンバーとかに。その方たちもともと文章は得意じゃないんですよ。だけど何が書いてあるかをそれを自分に置き換えながらやっていくっていう真似る能力がすごくある方はそんな方法でやったりとかもするんですけどね。まあその話はさておき、彼女はだからそれを教えただけで文章の方はスルッと上手にできるようになったんです。で問題は、ビジュアルデザインの方です。画像処理ですね。色味もそうだし、あとはその中に入れるキャッチコピーとそれをどう表現するかっていう画像の中の処理と、その画像自体の写真のクオリティとか全てです。画像に関すること、これがまあ、ご本人のね、今大丈夫になったから、まあ、名誉のためにあれな今はいいって言いますけど、昔はね全然いけてなかったんですよ。本当にいけてなかった。もうその文章のなが立派すぎるのに、素敵すぎるのに、画像を入れた途端に文章が死んでいくっていう、すごいね残念なランディングページと呼ばれる申し込みページを作る方だったんですよ。まあそれは良くなってほしいし、ティアラ夢を売る商売なんで、そのキラキラ感とかですね、その女子的なこう夢を抱かせるような画像じゃないとダメで、画像の指摘はものすごくしてるんです。私もう文章 OK なんだけども、画像 の, ここダメここダメ、これはこうしてああしてこうしてっていうのをバーって送って、でそれを言われて彼女はそこで諦めない人だったんです。私自身も実は絵をまっさらなものから描くのはあんまり得意じゃないんですよ。まっさらなものから描くのは、模写は上手です。何かを見てそれと同じように描いていくのは上手なんですけどね。だけど何にもない状態で描くと壊滅的に下手ですね、私絵。今ちょっと鉛筆あれがないからあれなんだけど、キリンとかね、なんだけど前猫だって、猫大好きだけど決して上手くないですよ。笑っちゃうほど下手くそですよ、字で書いたやつね。模写はできます。なんで同様にですね、その伊藤さんもですね、絵は上手くなかったですね。確かに。ティアラのデザインはすごい綺麗なんですよ。まあ面白い方ですね。でその彼女がまず写真をどうにかしてほしいって私が言って、写真を習った方がいいとかって言って、でまあコツは教えましたけど、その後自分で実際に習ったりとか努力して写真も上手になりました。で今度その写真をその申し込みページに入れてくることになったんですけど、そしたらその申し込みページに入れてくる写真が選んでるチョイスが悪かったりとか、その写真だいぶ上手になったんだけどまだダメで、しかもその文字に写真に文字を載せるとまたその写真が死ぬみたいな状態で、デザイン全体が良くない、色合いとの兼ね合いが良くない、文字の色がとかね、いろいろデザインに関してまたずっと私言ってたんですよ。そしたら彼女が今度また一念発起してですね、今度デザインをデザインの先生に個人、で教えてくれる先生を見つけてですね、そのスパルタ教育でデザインをね覚えたんですよ。でデザインはセンスとか言われますけれども、ロジックの部分が結構多くてですね、もともと頭がロジカルな方だったんで、デザイン理論とかだいぶ頭に入ってきたらデザインがバッと変わったんですよ。だから今では当然ね、その私もサロンメンバーとか紹介したりとかするぐらいに上手になったんです。だから苦手だったんですよ、できなかったんです。だけど得意なことに逆に変わったんですよ、彼女の場合には。それはきっかけとコツは何だったかって言ったら、要はその苦手だっていうことだけれども必要だと思えることに関しては逃げずにトライをする、チャレンジするっていう、ここができるかできないかが非常に大きな分かれ道になるんですね。
だって私がそういうふうにダメって言った時に、私そんな写真なんてできないしとか思うのか、じゃあ少しでも見てくれる人にティアラの美しさと可愛さが伝わるようにしようと思って写真を撮ろうと写真を勉強するかの、まずここで雲泥の差が出ますよね。で、実際に撮ってる写真が素敵になってくれば、写真ベースで問い合わせとかも入ってくるようになりますよね。で、それにプラス、そのウェブサイトに入れ込んだ時の写真の見栄えと、デザインとしてのバナーとかヘッダーと呼ばれるこの、なんていうんですかね、その見せ場の写真というか、それ自身がやっぱり素敵だと、あ、この人いいなとかって思ってもらえる。まあそれはだからプロフィール写真に対しても私言ってます。いや、夢を売る職業なんだからそういう顔で写らないとダメですっていうのを言って、でそういう顔で写ってるので、とても可愛らしくキュートでいい方なんですけどね。なので、なんて言うんですかね、苦手だったことも努力をして、それがきちんと、まあ、どれぐらいの時間かかるかは人にもよるんですけどね、必要なことであればやっぱりね、やってみるっていうことがどのみち必要なんですよ。だから結論を言うとですね、苦手なことを得意に変えるたった一つのコツっていうのはやることなんですよ。時間どれぐらいかかるかは、その元々の人の素養によるんですけれどもね。で、その自分の苦手がなくなると得意が増えていくので、事業的にものすごく有利になっていきます。できないことができるようになるわけですからね。だから本当に壊滅的にダメな人もいるかもしれません、パソコンとかね。でも一歩でも二歩でもできるかっていう、努力ができるかっていうところで、やっぱり雲泥の差がつくんですよね。そこで諦めるか諦めないかっていうことで言うと、だから1万時間あればプロになれるんですよ。 だからやればできるっていうことなんですよ。なので大概できないんですっていうことを言う方っていうのは、やってないっていうのは、本人にとってはやってることになっても、それができると自分の中で落とし込みができるほどやってないから、やってないってこととほぼ同等になっちゃうんですよね。大概そうです。苦手なことが苦手なままで終わってる時っていうのは、やってないっていうのがほとんどだと思います。何度か私の著作でも書いてますし、私自身のブログでも書いてるんですけれども、私自身が食の部門を扱い、人に教えるっていうこのスキルを持ち、やるっていうことっていうのは、私のビジネスの時の私を知っている友人からすると、もう天地がひっくり返るほどの驚きなんですよ。エプロンつけて教えてるっていうだけで。 それぐらい私にとっては得意領域ではないです、実際は。どちらかというと苦手に近いかもしれません。ただし論理っていうものは必ずあって、ロジックもあって、であとそこに情熱ですね。だから1万時間はまあやってないかもしれないですけれども、仕事としてお金をいただくサービスを提供するっていう観点から考える、修行というか、まあ、必要なこととして、パンの知識も当然身につけましたし、それに伴う教室開業という部分での集客とか、ネットビジネスとか、マーケティングの知識とか、これも勉強してつけています。まあ嫌いなものではないですよ、そちらの方は。だけどむしろ教室事業そのものっていうのは、どちらかっていうと得意領域ではないけれども、私はその教室の人の先生たちを救うコンサルタントになりたいと思ったので、苦手とか言ってる場合じゃなくてですね、私がそれを実際にやって、自分の体でそれを証明して、その言葉で伝えないと多分熱量が伝わらないと思ったんですよね。だからやったっていう感じなんですね。だから苦手を得意にするたった一つのコツは、やること、チャレンジしてやることですね。時間がどれぐらいかかるかは人によるっていう感じです。まあ、幸い私はおそらく不器用な方ではないらしいので、器用にものは覚えていくことができる能力はどうやらあるらしいっぽいんですね。だから多分、もしかしたら普通の人がかかる時間よりは少なめで、そのあたりのコツを覚えてしまうことはできてしまう人だったかもしれないですけれども、とはいえ得意領域ではない領域を
やったっていう感じですね。理由は一つです。救いたい人がいるからです。コンサルタントとしてそのために教室業をやったっていうことになってますので、もちろんその目の前にいるクライアントさん生徒さんはもちろん喜ばせますよ。その職業としてちゃんとお金と対価をいただいてやってるのにって。だから私の教室業はビジネスとして最初から、運営しているっていうのが普通の多分先生とちょっと入り口が違うところではあったとは思います。だから今もし自分に苦手があって前になかなか進めないっていうふうに考えている方はですね、その伊藤さんのね事例を考えてみて、もう本当にできなかった、もう昔の本人、多分どっかにもう葬ってるかもしれないですけど、昔のデザインとか昔のウェブサイトとか残ってたらもうそれと今のサイトを比べてもらったら雲泥の差になってます。ここ数ヶ月でその変化ぶりはすごいですよ。だからもちろんその努力をしているのは私は知ってます。途中できない状態のやついっぱい見ていっぱいコメント出してるのが私だから、最近はだから本当にすごいなっていうふうに素直に思ってて、デザインをねする人として、それはもちろんプロのねデザイナーとかに比べてしまえばプロとしてそれでなりわいでお金もらってる人よりはまだできてないです。だけれども今走り出したばっかりですからね、今後さらにどん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 ブラッシュアップしていくとそっちの領域でもねいけるようになるかもしれませんね。私の場合にはとにかく興味があって必要なことっていうのは全部やることで、知識を身につけて吸収してきているタイプの人ですのでね、電子書籍 の、 コンサルティングとあとセミナー講師、それを教えるスキルっていうのも同時期にそのライセンスを取ったメンバー男性他にあと17人いましたけれども、全国でライセンスを持ってる18人のうち女性は私一人でしたから、それはそういう状態でも私はやりたいなと思ったし、きっとこれは書籍をね出したい人にとっては役に立つ内容だっていうふうに思ったので、それで電子書籍のライセンシーっていうものを取ったわけなんですけどもね。なので結論を言うとですね、要はチャレンジをしてみてください。そうするとですね、苦手と思ってることが案外できちゃう場合もあって、苦手で放置して逃げるとそれはまた違う時に必要だっていう警鐘とともに目の前に事象となって現れるから、それだったら苦手だなと思った時に苦手じゃないようにしておくと、それでもまだ違う苦手が出てくるかもしれないけど、だんだんそうやって一個一個潰していくことによって割と何でもできる人になっちゃう。で、何でもできる人になっておくといろんな意味で組み合わせをしたり教室事業だけじゃないところで収益化することができると結構ビジネスいろんな視点ができるようになって楽になりますよ。教室事業だけがあなたの夢を叶える全ての仕事ではないから、案外違うところで好き、案外違うところでうまくいっちゃうっていうケースもあるので、ぜひその視野を自分で狭めない、可能性を狭めないっていうことで、苦手なことにもチャレンジして行動すると得意に変わるケースもあるっていうことを本日はお話をしました。ぜひですね、その内容をご参考にしていただいて、伊藤幸さんのねサイトとかは詳細の下のところに書いておきますので、ご興味がある方は見ていただければというふうに思います。それでは。